い、どうも皆さんお疲れ様です。今時刻が15時14分です。はい、ここはね、朝北区のおなじみ朝大橋を今渡るところですけど、はい、今日もこれで5現場目、5工程目ですね。まあ最初一発目がね、コンテナ設置に行ったんで、実質廃材取りに行くのは4台目ですけど、はい、まあなんとか今日4台ね行けました。はい、でこれから最終便、朝南区上安の方にね入れ替えに行きます。あれ上安になるのかな、萩原っていうところがあるんですよ。はい、そちらに入れ替えに行きます。今向かってます。はい、まあこのまままっすぐ行って、緑井抜けて毘沙門抜けて、アストラムラインの下に出て、はい、でそこから今度安佐動物園の方へ向いて上がっていく道で行きます。はい、もうね大きな道をどんどんどんと通っていきますよ。はい、はい、大きい道で行こうと思ったんですけど、もう夕方なんでね、だいぶ交通量増えてくるんで、ちょっとあの裏道というか中の道通りました。はい、あそこのどうしてもあの緑の富士グランとこのね交差点が、まあ運が悪かったら3回4回引っかかってしまいますんで、まあそれを回避するために一応この裏をね、川内の裏を抜けて今川を渡って行っておりますけど、まああっこね僕ねあんままともに行きませんね。だいたいこのルート通りますね。あんまり裏道通る方じゃないですけど、この広島から高速乗るときとかは、広島インターから乗るときとかはこの道を使いますね。はい、まあ広島で道に詳しい方、トラック運転されてる方とか、営業ねバンバン回ってる方とか知ってると思いますけど、でここで右折すると広島インターの方へ向いていけるんですよね。うん、結局裏道ばっかり通ってるじゃないかっていうねまたここのその信号に引っかかるのが嫌でここで左折しようとするでしょ。なんか今屋根に枝が当たりましたね。バチン言うたよ。了解。よいしょ。まあ、どっからでも行けるんですけどね、結局はね。ああ今のとこまっすぐ行っても行けますし、まあでもね、アストロムラインの下に出たいんでこっちから行きます。はい、毘沙門の通りに出ます。はい、今日は割と天気はね、まあ曇りがちだったけど涼しかったですよ。最高気温が26度ぐらいだったかな、確か天気予報では。はい、あんまりそこまでねだらだらボタボタ汗かくような天気じゃなかったですね。うん、昼前後に五日市の方へ茶摘み行きましたけど、あれもほとんど汗かかずにね。よっしゃ、ラストもう一度頑張りやっていきましょう。積み置きになるかな。うん、もう他の運転手さんね続々と今待機してるんで、現場がなくなってね、本日の現場は、売り切れました。はい、僕で最後でした。まあ忙しかったり暇だったり、日によってまあ本当波がありますけど、になって早3年経ちますけど、ずっとね伝票の日付のとこがね平成のままだったんですね。
うちの会社だから、その平成のとこをピュッピュッと日本線で消して令和って書き直してたんですけど、よし、OK、この度からね、今回もらった伝票からちゃんと令和になってました、はい、でもそれまでの今までのねこの 2,3 年の癖でピッピッとねその令和って書いてあるのを消してしまって、今も、書き直してましたけど、もうね線引かなくてもね令和って書いてあるんでそのままでいいんですけどね、まだ昨日からこの伝票になったんですけど、まだ間違えてこう消してしまいますね、癖でからも2,3 年の癖は大きいですね、本当。さあ、いつの間にやらアストラムラインの下に出ましたけど、今から行く現場はもともと手積みで入ってた倉庫だったんですけど、もうね2ヶ月前ぐらいからかな、コンテナを置いてくれるようになって、だからもう入れ替えになりましたよ、はい、だいぶ楽になりましたね。この時間から行って手積みするんと入れ替えするのではね大違いですからね。この時間から行って手積みしようったらもうね1時間かかって、ほんと会社着くの5時半ぐらいになりますからね、普通に。まあそれでも5時半に会社帰れたら早い方じゃんってね思われるかもしれませんけど、まあうちは残業代とかないんでね、ただ働きっていうか30分ただ働きになってしまいますんで、それだったらね少しでも早く帰りたいんで、はい、ここは神安駅ですね、真上が神安駅です。うん、もう一回ぐらい信号引っかかりそうですね。はい、引っかかった。やっぱり引っかかりましたね。はい。よっしゃ。はい、右 OK、右後方 OK。ね、たまにパーッと赤信号でも突っ込んでくる自転車とかいますからね。しっかり、特にあの右後ろは確認して、はい、横断歩道横切りましょう。このままこの268号線だったかな、上がっていくと朝動物園があります、はい、先週土曜日かな夕方、こういうとこ怖いよね、ピュッと出てくるからね、蹂躙の影とかね危ないんでね、先週夕方通りましたけど結構お客さん来られてましたね、うん、まあやっぱり10月に入ってねあの緊急事態宣言あの解除されましたし、だいぶまた涼しくも、まあでもまだ暑いか日中は、うん、でもまあ10月って言ったらねもう暦の上ではね涼しくなる季節なんでね、今からが一番いいですよね、動物園とかね植物園とかああいったところに行くのはね。さあもうすぐ現場着くんでとりあえず入れ替えをしてきます。はい、じゃあ入れ替え終わりました。やばい早いねまだでまだ3時40分ですね。思いのほか早く作業が終わって、早く着いて早く作業が終わって、これは積み置きならんですね、積み置きにならずに今から卸しに上がるようになりますね、はい、まあねその日の廃材はその日にちゃんと卸しとった方が次の朝が楽なんでね、はい、頑張って卸しましょう、はい、またもう一仕事増えちゃいましたね。まあよう来るね車が。お、ちょうど途切れた。デイに入った。しゃ。そうそう、山に上がる前に今の倉庫のまあ、あの元請けさんですよね。その会社にマニフェストを取りに行かなきゃいけないんですよ。マニフェスト。はい。マニフェストを取りに行かなきゃいけんのんで、よいしょ。ちょこちょこ中の道を走っていきます、はい、お、アストラムラインが映ってるかな、通ってますね。お、
ここは裏道通りませんって言うてから結構通ってますね。今のとこもね、あのアストラムラインじゃないわ、阿佐動物園入り口の信号のとこが2、3回また引っかかるんでね、だから1本中の道通ってきましたけど、まあさすがに生活道路とかそういったところは通りませんけど、まあ、時間に追われてるっていうかね、そういった時はまあ信号 2,3 個引っかかるのが分かってたらね、もうあらかじめ抜け道を抜けたり、まあ、そういうこともすることもありますね、はい、よし。じゃあ元請けさんにねマニフェストもらいに行ってドバに上がって今日の仕事終わりたいと思います。ボロボロじゃん、あの車。はい、で本日もご視聴ありがとうございました。さようなら。